文春なんですけど、これか。なんかキンプリはもうテレビに出れないっていうやつね。平野紫耀くんとかね。デキンの闇ってのがあるんですよ。これ何なのかっていうと、要は今まで、ジャニーズ辞めた人のその後のことが書いてあるんですよね。最近頑張ってんのは、新しい地図の3人ですよね。新しい地図の3人は最近出てるんですよ。だから5年かかったって言われてるんですよね。それまでにね。ここ過剰な忖度があるのかな、一応。まずなんでジャニーズが出れないのかというと、それはテレビ局の忖度ですよと。かつて大手事務所から独立したタレントは1年間テレビで使わないという暗黙のルールが業界に存在してしまった。起用すると、古巣の事務所から他のタレントのキャスティングに難色を示すから、そのようなルールがあったようだと。で、ジャニーズも同様。すごい昔ですよ。すごい昔に、郷ひろみさんがね、ジャニーズ辞めてバンニング行ったんですよ。そしたら、メリーさんが大激怒したと。ひろみの音楽プロデューサーだった坂井正俊さん。この方も亡くなりましたね。郷のプロデュースから手を引いてくれよと赤坂の路上で、まくし立てたと言いますと。郷ひろみさんもね、ジャニーズからバーニングに行ったから、なんとかね、ペナルティ受けずに出れたっていう話ですけどね。まあ、だから、まあそういう確執があって、恩事協にはジャニーズはね、入らないですよね。田原俊彦とジャニーズのタレントを一緒の番組には出せないなんてことが起きていたと。だからそういうふうに、前は露骨にやってたんだけど、今もその忖度が続いてるってことですよね。まあ新しい地図は、それで、公正取引委員会が入ったんですよね。ジャニーズが罰則を受けるようにはなったんですが、それでも限られてると。テレビ局の忖度がまだ続いてる。まあ、やっとなんとなく出れるようになったんですけど、それ以外の人はほとんど出れないですよね。赤西仁さんは、2014年には見てるけど、未だに出れない。今井翼は、まあ、まだジャニーズとね、繋がってるんでね、この人は出れてるんですけど、渋谷昴関ジャニも、もちろん出れない。錦戸亮君も出れない。天越くんももちろん出れない。ヤマピーは、本題ですけどね、ヤマピーは、ドラゴン桜でね、声だけっていうね、ことになっちゃったんですよね。山下さんをめぐっては、昨年の TBS 日曜劇場、ドラゴン桜の最終回に前作の出演者が勢揃いする中、一人だけ声のみ出演だった。この原因は、生徒役として、キンプリの高橋海人くんが出たから、共演させないってことですよね。やめジャニと現役の共演は常にタブーとされていると。ただメインキャラクターだった山下を呼ばないわけにはいかないので、TBS 側はジャニーズにお金を立てて、なかなか返事がもらえず、放送寸前に高橋が いないシーンで声のみで出演するという形で進んだってことですね。まあ、そこぐらいまでこう気使うってことですよね。で、山下、山 P は、放送前夜にアフレコをやったって。まあ、だからすごい大変な感じですよ。で、長瀬くんももちろんない。岩橋元気くんもないと。森田剛さんはね、なんかあるんですよね、一応ね。まあ、そんな感じみたいなんですけど、まあ、キンプリも、このまま辞めると、平野紫耀くんなんてクロサギね、明日ですか。人気あるんですけど、まあ、出れなくなるじゃないかっていうことですね。ここにもありますけど、ファンはクロサギが最後のドラマかもしれないと、悲観的。平野紫耀くんのね。バナナサンドには黒島結菜と、山本浩二が出演、しかし肝心の主役の平野翔くんはいなかったと。事務所からしたら不倫な情報を喋られるリスクがあるから、なるべくフリートークができる番組には出したくない。まあでも、どうなんですかね。編集でカットすればいいだけの話なんじゃないですかね。編集でどうせ見ますよね。ジャニーズもね。巷では、脱退発表の時期に事務所がクロサギ放送期間とかぶせ、平野のネガキャンをしているのでは勘ぐる声もありますから、もう何を改善したところで、ファンの事務所への不信感を払拭するのは厳しい。おそらく平野は事務所対象がしばらく地上波テレビには出ることができないだろうと。だから本当に強力な事務所に入るしかないですよね。天然キャラで人気だった平野がバラエティ番組に出演しない現状に、ネット上ではクロサギ番宣にさえ出してもらえないと、少なくとも TBS では圧力が始まっているということ。 TBS はそれで良いのですか。番宣もうないと思った方がいいですかね。クロサギの番宣でこれだけ出ないのは本当に違和感しかない。せめて所属タレントの番宣して本当情けないよ。まあ事務所の闇が目立つだけだけどね。
翔くんなぜ番宣しないの？海くんはたくさん出てるよ。クロサギ最終回に近いから平野も番宣にやらせてほしい。やましいことないなら出せるよね、などと不安を吐露する声が上がっている。でもなんかは出ると思うんですけど、ただやっぱり少ないっちゃ少ないですよね。視聴率もねいいです、人気番組なんだけど。でこの先このクロサギがもしかしたら映画化になるかもしれないという噂あるんですけど、そうなったら平野翔くんが出るのか出れないのかっていうところもね問題ありますけど、まあ少なくとも今までの流れから見ると例外なく、こんな人気のある平野翔くんでも地上波から姿を消すと、テレビが忖度する。でヤマピーだってそうですからね、赤西仁くんだってもうめちゃくちゃ人気あって、まあ錦戸亮もそうだけど全く出れてないっていう現状を考えるとそういうことですよね。ジャニーズとうまくやってる人じゃないと、中居くんとかみたいな人じゃないと無理だってことですよね。